はい、こねぎもりもりです。今回はね、まあ今月じゃねえわ今月じゃねえわ、まあね、イベント期間中に販売してたこのね、このバッタくんをね、紹介したいと思います。まあね、自分が勝手にバッタって呼んでるだけなんでね、まあまあ各ね、呼び方はまあご自由にということで。で、ドラゴンフライくんですね。ドラゴンフライくん、まあこいつはね、 7100AC ということでね、まあ結構なね、価格なんですけど、まあぶっちゃけね、まあ初めに性能言うと、まあまあ普通、まあ普通よりの強いですね。まあまあ、まあ弱くはないんですけど、まあね、普通に CH1 とかね、今、こんな感じでね、今ね、確か7990、あれ、値上がりしてる。さっきまでは6100とかだったんだけど、まあ普通にまあ7100出すぐらいならね、CH1 買った方がいいっすね。まあまあまあ、これ言ったらね、ちょっと動画のちょっと本質がね、ちょっと違うんですけど、まあとりあえず、ね、性能の方を見ていきましょうか。今回はね、まあヘリのね、体感能力とね、まずね、この対戦能力、そして、ね、対空能力を紹介していきたいと思います。まずはね、体感能力ですね。体感も、こいつね、対空、対戦もね、できるんですね。で、フォルムはこんな感じ。まあ、やや CH1 寄りかなという感じですね。で、こんな感じ。結構いかつめ、あ、やべ、ぶつかる。あ、やべ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 。こんな感じ。結構いかつめな、ね、見た目してますね。本当に、後ろ姿は本当にバッタみたいな感じ。でね、こんな感じ。体感はね、こんな感じ。全部ね、なんと、ロックオン式ではないんですね、これが。で、こんな感じで、バンバンバンと。で、はい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 。で、そして、こんな感じで、約、バーストはね、約15万ダメージと。うん、非常にまあ、まあね、バーストは結構強いですね。はい。そして、速度もね、CH1 ほどではないんですけどね。まあ、それに近い速度なんでね。非常に速いですね。なのでね、策的にも結構使えます、こいつは。はい。ですね、こんな感じですね。速度もね、操縦性もね、まあまあ、ちょっと速いぐらいのね、操縦性も結構曲がりやすいですね。では次にね、対空能力いってみましょう。はい、じゃあまずね、ちょっとね、じゃあ対空性能っていきましょう。まあこんな感じで結構ね、距離離れても打てて、まあ結構ちょっとね、ばらけちゃうくはありますね。まあでも結構ね、あれ最初はね、ばらけるんですけど、こんな感じでね、結構近くにいると結構ね、当たっちゃいますね。こんな感じで。結構当たります、こいつ。うん。結構当たりますね。はい。なので、対空性能もね、申し分ないっすね。なのでね、まあ CH1 はね、レールガンですから、ちょっとね、当たりにくいんですけど、こいつはね、基準なんでね、ハボックみたいな感じですね。うん。ハボックみたいに結構精度はいいです。ではね、次に対戦能力いってみましょう。はい、来ましたね。まあね、こんな感じでね。あ、やばい、ちょっと、アーシャンシップやめろ。こんな感じでね。ロックオン式ではないんですね。まあまあちょっと、仮ロックオン式にちょっとしないと。アーシャンシップやめろって。仮ロックオン式みたいな感じですね。こんな感じで。でこんな感じでロックオンして、このパンボンボンと。ちょっと、やめろって、お前。やめろって。やめろって、もう、もう一回やりましょうか。それからで、こう、1枠目はこれ、ね、違うんですけど、3枠目はね、これが対戦でこそ、やめろって、対戦ができますね。こんな感じで。で、ね、このバンバンバン、1、2、3、4、5かな。ちょ、切れそう。ちょ、やめて、本当に。こんな感じ、ちょっと、一回アーシャンの攻撃待つか。よし、これ打ったら次行きましょう。こんな感じでね、1、2、3、4、5、6、6発ですね。6発で約4万2千ダメージですね。非常に強い。4万2千ダメージでね、この強さ。うん、非常に使いやすい。うん。強いね。まあ、大体4万ダメージかなって感じですね。本当に。まあね、でもまあ、本当にね、まあ CH1 とまあ互角の強さをしてますね。まあ本当に使い勝手によってはね、こっちのドラゴンフライ君の方がね、強いこともありますね。はい。本当に対戦に関してはね、ドラゴンフライ君が圧勝ですね。この対戦をね、強くしたいなって方は、ね、このドラゴンフライ君ね、おすすめですね。ではね、実戦の方行っていきましょう。はい。ではまずね、まあ、この動画、これはね、ちょっと後撮りなんですけどね。まあ、ちょっとね、ちょっと次のね、実戦の動画、ちょっと本当にね、ヘリの通り高がね、ちょっと少なかったんで、まあ、ちょっと後撮りですね。じゃあ、ちょっと性能見ていきましょうか。こんな感じで、まあちょっと範囲はね、ちょっと狭いんですけど、こんな感じで、
お、ワールド、ママパパさんいますね。挨拶しましょうか。あ、でも、ママパパさん確かに中国人だっけな。でもね、やっぱね、この2枠目ね、ちょっとロックオンなんで、ちょっと、ロックオンじゃない、ロックオンじゃないでね、こんな感じで、距離は無限大なんですね、こんな感じ。まあ、でもね、ちょっとね、一通されやすいかなって感じですね。うん、なのでね、こんな感じ。上から流星ショットですね。この方が当たりやすいです、こんな感じでね。うん。これ、ね、上って一回ね、無誘導ミサイルをね、上からやって下に振り下ろす。こうしたらね、当たりやすいですから、こんな感じで。うん。こんな感じで当たりやすいですね。強い。やっぱね、この辺にはね、対戦、そして耐久、そして、ね、体感、どれも強いですね。まあ、CH1 はね、まあ、着敵はね、早いんですけど、それ以外はね、やっぱまあ、レールとかも対空できるんですけど、まあ、いまいちなんでね、こんな感じ。ヘリだけでも、こんなに減らせました。強いですね。まあね、このヘリとね、CH1 どっちが強いかって言って、まあ、このヘリはね、まず対空、対戦、体感、どれも強いですね。まあ、弱点としてはちょっとね、索敵速度が、まあ、CH1 より劣るんですけど、まあ、十分ですね。で、CH1 はね、こんな感じで、索敵がね、やっぱ1万ヘリの中では速いということで、やっぱ強いですね。で、そしてね、まあ、あとまあ、レールガンがね、やっぱちょっと強いですね。CH1 も。でもね、やっぱ総合的に言ったら、私個人的にはね、やっぱこのヘリが最強ですね。こんな感じで、まだ生きていますから。まあ、ヘリのね、使い方も言いますけど、まあ、こんな感じで、対空もね、今帰っていきましょう。こんな感じ。結構ばらけませんね。撃墜できました。まあね、まあ、CH1 とこの辺どっちがいいかって言われると、まあ、こっちですね。まあ、こんな感じでね、体感能力が非常に素晴らしいということで。ではね、実戦の方行っていきましょう。はい、来ましたね。ではね、行きますか。マップはね、お、サムライジャパンさんのくまくまさんいますね。お、ちょっと挨拶してもらいます。挨拶ね、ちょっとしておきますか。まあ、こんな感じでね、まあ、動画だとね、ちょっと伝わりにくいんですけど、こんな感じでね、索敵も早いですね。じゃあ、ちょっと変に撃墜いきましょうか。あれ、当たらない。当たった当たった。こんな感じでね、結構、やっぱ、命中率もね、高いですね。ちょ、やめて、やめて、やめて。ラグい、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 やめて、やめて、やめて、やめて。やめて、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 やめて。やばい。まあでもね、こんな感じですぐ撃墜されちゃいますけどね、さっき言ったように、結構ね、2万ダメージもいくからね。まあ、本当にね、まあちょっと、あのヘリはね、本当にね、ちょっと、ね、まあ、突っ込んだら死にますね、普通に。まあ、ヘリなんで当たり前なんですけど、ちょっと、やめて、ちょっとやめて。ヘリなんで当たり前なんですけれども、突っ込んだら死にますね。でもね、さっきみたいにね、やっぱりね、やっぱりね、動画じゃ本当にね、伝わりにくいんですよね。この、勝ったらね、わかりますよ、この強さ。勝ったらわかりますよ、この強さ。本当にラグいな。本当にラグいな。勝ったらわかりますよ、この強さ。まあね、まあ、性能のね、検証とかは、本当にさっきのやつやったね、まあいいでしょう。てな感じでね。まあ、本当にね、対戦もね、できるんで。まあ、策定。で、こいつもね、CH1 並みではないんですけど、本当に CH1 に近い速度もあるんでね。本当に策的にもね、非常に良きです。本当にね、策的できてね、対戦もできて強いね、ヘリを探している方は、ぜひね、このドラゴンフライ君ね、おすすめですね。やっぱ策的もできて、対戦もできる。これが強い。このね、ヘリの特徴はやっぱりね、何回も言ってますけども、本当にね、やっぱ索敵はね、非常に速度が速いんで、索敵向きでもあります。それで、ね、対戦もね、こいつはあるんでね、対戦に関してはね、結構ヘリの中では結構トップをね、争う感じのヘリですね。そしてね、やっぱね、対戦と索敵、これをね、本当に極めたい方は、ぜひおすすめの鑑定ではあります。で、まあ、弱点といえばね、やっぱり、まあ、これ弱点といえばわかりませんけど、やっぱフォルムね。フォルムちょっと独特なんで、ね、ちょっと苦手な方もいます。全然活躍できなかった。全然活躍できなかった。ちょっとグッと押しておきましょうか。
くまくまさん、よし、オッケー。まあね、今回はまあヘリね、メインの動画なんで、まあまあいいでしょう。まあ本当に総合的に見たらね、さっきも言ってますが、索敵と対戦、両方できて非常に素晴らしい。まあ弱点はね、本当にフォルムぐらいっすね。本当にフォルムはね、ちょっと苦手な方はね、いるかもしれませんけど、本当にまあそれぐらいなんでね。まあ、ぜひね、買ってね、損はすることはないでしょう。ではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。